Hey, what's up? キャプテンタジョです。今回は赤間同士に蘇生を求めるのは強要になる、何でも通報は無視で OK というテーマでお送りします。今回ですね、キャスター職についての今後をユーザーとして改めて考えさせられるなーって思うもので質問もらってるんですけど、これかなり長い内容になってますが、ぜひ最後まで見てもらって一緒に考えていけたらなと思ってます。そしていつもコメントをいただく方ありがとうございます。改めて告知しますが、コメントを書く際は誹謗中傷および否定的なコメントは控えてもらって、最後まで話を聞いて質問者の意見を承認した上で自分の意見を話すことをお願いします。まあ大体の方はねできてるとは思うんですが、たまに何も考えずに否定誹謗中傷コメントしてる方がいるんで、まあ、そういった方を見つけた場合申し訳ないけど、このチャンネルで二度と表示されなくなるように対処していくんでご注意ください。それでは本題の質問読み上げます。はじめまして、キャプテンとラジオさん。私は FF14 を3月ぐらいから始めてちょうど半年経ったぐらいの赤間メインです。黄金のストーリーも終えて毎週トークン集めしてます。侍とクロマもカンストしており、最近はクロマでの立ち回りを練習しつつ、最大限の火力を出せるようにいつも木陣でスキル回しを練習をしてます。現在はエキルレやノーマルアルカディアに行く際はクロマで行ってます。まだまだ完璧とは言えないんですが、攻撃できない時間が少なくなり楽しくなってきてます。極や霊式は興味あるんですけど、まだ手をつけていない弱敗者になります。ここから本題です。私個人の疑問と言いますか、どうしても気になることがあって、極や霊式の経験があるフレンドさんに相談したところ、田城さんのことを教えていただき、たくさんの先輩プレイヤーの方々のご意見をお聞きしたくて質問しました。長くなってしまう点を先に謝罪しておきます。申し訳ございません。要点を先に簡単にお話ししますと、赤間召喚に対して蘇生スキルを使うようにアドバイスするのはプレイスタイルの強要になってしまうのかどうかです。では詳細お話しします。アルカディア山荘に初めて侍で挑んだ時のお話です。4回目かな。ボスの HP が残り 30% 切ったあたりで運悪くヒーラーの2人が倒れてしまいましたが、 LB ゲージが3本溜まってたんで、赤間さんが蘇生してヒーラーの LB3 をすれば問題ないと思ってました。でも一向にヒーラーさんを蘇生しない赤間さんだったんで、ヒガンバラのドット更新とか攻撃スキルを使いつつ、 GCD の合間で 2,3 文字ずつ打ちながらヒーラーさんに蘇生お願いしますとチャットしたものの、蘇生を行うこともなくそのまま全滅しました。リスタートの時に赤間さんに、赤間さん、先ほどの状況の時はヒーラーさんを蘇生するとヒーラーさんの LB3 で立て直せる時もありますよって言ったところ、その赤間さんに、赤間やったことありますか、忙しすぎて蘇生する暇なんてないんですよと言われた後に、そもそもあそこで倒れるヒーラーが悪い、ヒーラーが悪いのになんで自分を悪く言われないとダメなん、こっちは赤まで来るのも初めてだからそんな余裕ないし、そもそも DPS に蘇生させるなよって言われてしまいました。私はすぐに、せめてはないんですけどアドバイスというか、今後似た状況の時が来たらそうするのも手ですよって意味で言いましたって返したところ、なんか自分を責めるような言い方してきたやん、赤まで来るの初めてだしそんな余裕ないからヒーラーが倒れたらそんなのヒーラーが悪い話やん、腹立つって言われてしまい、ちょっと私もムキになってしまって、私も侍で来るのは初めてですけどヒーラーさんが悪いとはならないです、あと私は赤まがメインです、忙しいの分かりますけど連続魔があるのでそこまで蘇生が大変とはならないですよと返してしまいました。その後は無言のままでいきなり先ずりをして、なんやかんやでボスを倒した後に、侍さんのことをプレイスタイルの強要ってことで通報しますねって言っていなくなりました。私が悪いのかなってチャットしたところ、ヒーラーさんやタンクさんが、そんなことないよ、いや赤間メインなのにヘイト2位だったのすごいね、侍で初めて来たとは思えないよ、変な人もいるから気にしないでいいし通報したところで何もないから大丈夫だよって言われました。実際に何も来てないので今のところはホッとしております。これらの経緯をフレンドさんにお話ししたところ、というかあれだ、慣れてないジョブで来るな以上って言った後に、まあ初めて出すジョブですっていうのは別にいいさ、挑戦してみたいって気持ちはいいことだからね、でもさ赤間にバルレイズがある以上蘇生はできるわけで、それのどこが強要になるかわからん、まあ予想だけどヒーラーが倒れたら蘇生しろよって命令されてる気分になってそれで腹立ったとか、でも君はアドバイスなわけで優しい言い方だと思うけどね、他の野良だともっときつい言い方されると思うけどなと言ってもらいました。ただフレンドさんもこればっかりは自分も何が正解かわからないねって感じていて、私がずっとモヤモヤしてたところによくいろいろな動画を出してて、それらの動画見てるんだよねってことで今回トラジオさんのことを教えていただきました。
またこれは私がまだ装填までしか進めてなかった頃に ID のボスでヒーラーさんが倒れた後に召喚さんが蘇生するかなーって見てたところ蘇生がなかったんで、召喚さんヒーラーさんにリザレクお願いしますってチャット打っても蘇生がなくて、全滅した後にその召喚さんにリザレクとかそんなスキルないので変なことを強要しないでくださいって言われた過去もあり、今回は赤間だけではなく召喚のことも題材に取り上げる形にしました。私の悩みと言いますか、私自身今後の立ち回りについて何かアドバイスあればと思います。今後もこういった状況があった際にチャットで呼びかけるのはいいのか悪いのか、アドバイスのつもりが責めてるように受け取られてしまった場合どうすればいいのか、気分悪くなるようなことを言われても気にしないでいた方がいいのかどうか、正直向きになって言い返した点は良くなかったかもしれないと反省しております。本当に長くなり申し訳ないです。よろしくお願いいたします。ってことで、まあ長いストーリーをね、まとめて文章送ってくれてありがとうってことで、この話改めて予約していくと、ノーマルアルカディア3層での話で、ボスの残る HP が 30% あたりでヒーラーが落ちたと。で、赤間にチャットで蘇生依頼したが、無視されて結局そのまま全滅したと。さらにその後リスタートした時点で赤間に改善案を提案したと。で、そこで逆ギレされて落ちる方が悪いと意見が飛んできたと。その後無言先ずりしたが、なんとかクリアしたってことで、その後ね、その赤間同士は通報すると言って出てったと。で、残ったメンバーから慰めてもらったってことで、この方の悩み、今後もアドバイスや声かけをしてもいいのかってことと、責めてるように受け取られたらどうしたらいいのかってことと、逆ギレされた時にどう対処したらいいのかってことで、まず今後もアドバイスや声かけはしてもいいのかってことやけど、結論から言うと今後も声かけしていいと思うし、それでやっぱりためになるってこともあるから、アドバイスや声かけってむしろやっていった方がいいとは思いますが、伝え方に気をつける必要はあるからと。で、今回の質問のこの状態だと一見質問主には全く問題ないように見えるんですが、てかね、実際は問題ないとは思うんやけど、相手次第では今回のように逆ギレしてくるってことはあります。で、それの原因は全て投げてしまっているということ。会話はキャッチボールなんていう言葉があるけど、アドバイスも同様だと思ってて、相手から話を聞くことが重要だと思ってて、今回の場合は赤間同士が蘇生できてないことに対してこうしてくれ、丸々した方がいいよっていう提案かもしれないけど、全部丸投げしてるだけで相手からは何も受け取ってません。その状況で初心者で慣れてない中、スキル回しにいっぱいいっぱい で多分パーティーリストとかチャット欄見る余裕がなくて、でそれに気づかなくてパニクってる中、追い打ちで指摘が入るとできてないことに対してやっぱりムッとしてしまった部分はあるでしょう。で、重要視する点は、蘇生があるのに蘇生を使わないってことは何か使えない理由が必ずあるわけで、その理由を聞き出すことが先決だったかもしれません。だからアドバイスするとしたら、赤間同士さん蘇生なかったけど何か原因はありましたかの方がまだ話はできそうな気がする。チャットだとね、どうしても伝わりづらいから、煽ってるとも捉えられなくもないし、それでも逆ギレするやつは逆ギレしそうやけど、まだこっちの方がマシな気はする。で、原因を先に聞けばそれに対しての解決方法を話せるから、互いにそこまで熱くはならないんじゃないんだろうか。で、これを今回の話に当てはめると、攻撃に忙しかった、ジョブに慣れてなかったって話を先に聞いたら、じゃあ仕方ないね、今後もし可能ならやるといいよって話にもなるし、理由が聞ければヒーラーの人も自分が戦闘不能になったの悪かったね、ごめんねって話にもなるやろうから、まあ、そうなれば赤間同士の人も自分もやっぱり不慣れでごめんねという結末になるかもしれない。と言っても正直逆ギレするのは稀なケースだと思うんで、そんなことを予測してアドバイスはできないと思うんで、言い方は気をつけつつ、一方的にアドバイスを投げる形にならないようにだけ気をつければその場で問題解決はできると思います。で、アドバイスをしたつもりが責めてるように受け取られたらどうするかって話やけど、一度発した言葉を修正するのはかなり難しいんで、先ほども話した通り言葉を投げるだけではなく、まずは聞き出す。これをすれば自分自身も失敗することは少なくなるし、責めるというニュアンスはだいぶ和らぐかなと。相手の話、つまりできない理由を聞き出せればそれの改善案を出せるから、一緒に解決するって意味でも相手からの印象は良くなるとは思う。それでも受け取り側次第で責められたって感じで騒ぎ出すやつもいるし、そもそも野良でその場限りで出会う人にアドバイスしたりされたりすることがね、稀なケースやし、他人にいきなり言われると聞く体制ができてないことと、アドバイスを素直に受け取れないって人もいるんで、その場合はどうしようもないかなと。アドバイスってある程度関係を築けた人のアドバイスが信用関係築けてるっていうのもあって受け取れるっていうのもあるんやけど、いきなり他人のアドバイスは受け取りづらいっていうのはあるかもしれません。
といってもね、こういったその場でアドバイスがあるっていうのは MMO ならではの要素で醍醐味だとは思うところではあるんですけども、でじゃあその上でアドバイスして逆ギレされた時にどう対処したらいいのかって話やけど、そもそもなぜこの人は逆ギレしてんのかっていうのを冷静に考えるのがいいかもしれません。で今回の場合だと逆ギレさせる原因が何かあるっていうのはヒーラーが落ちたっていう部分があって、そもそもこのヒーラーが落ちなければいいっていうのはそれはそうっていう部分あるから、まずはそれを認めることが大事。その上で赤間同士の蘇生があると状況を覆させることができるってことを伝える。相手が感情的になってるところにこっちも感情的になってしまうと必ずぶつかることになるから、まずは相手のこの騒いでる原因であるところをこっちもね納得するところは納得して話を進めていくと、向こうは認めてもらえた、分かってもらえたってことで確実に一旦落ち着くから、そこで改善案を話すと受け取ってもらいやすくなると。だからまずは相手の言い分も認めてあげることが逆ギレを受け流すテクニックであると。これねマジで有効なんで、同じことがあればぜひお試しあれ。あとアドバイスした時に自分の知識不足な時もあるんやけど、まあこれはね自分も動画を出す時に結構あるんやけど、まあそれはそれで指摘とか受けることもあるんやけど、それは自分に足りないことがあったということで素直に受け取って次の改善に生かせればいいんじゃないかなと。でもって何でもかんでも通報するねっていうやつは無視すれば OK。良かれと思ってやったことって大体は通報されても問題ないケースだと思うし、脅し文句で言うやつもいると思うんで、すぐに通報しますねとか言うやつは大体無視しとけば OK。 さすがに大事になってどっちにも非があるような内容だとあれやけど、どう考えても改善策を提案したような状況であれば、最初は通報って言葉使われるとこうドキッとするかもしれないけど、まあ、エロサイトの架空請求並みに効力はないと思っていいと思う。余談やけど、その昔携帯電話をね持ち始めて間もない頃、あれは確か中学生やったと思う、架空請求のメールがねある日届いて、でうわーどうしようって悩んでたウブの頃があったんですけど、これねまあ友人に相談してみると、俺もめっちゃ来てるけど無視してたら問題ないよ、なんなら電話来ても出て相手して遊んでるみたいなこと聞いて、はあよかったーっていう時期があったんやけど、まあそんな感じで。話に戻すと、今回の質問にもある慣れないジョブでコンテンツに行くのはダメかって話で、これは個人的な意見を言うと全然いいでしょうって思ってて、むしろほとんどの人が慣れてないジョブで遊んでるのではないんだろうか。自分もノーマルアルカリアっていうか、まあ、カンストしたジョブでカンストレベルのノーマルレイドには毎度ジョブの練習のために通ってます。木人のスキル回しに慣れても実践では難しいから、その練習のためにノーマルアルカリアは通うし、スキル回しに気を取られて戦闘不能になることも全然あります。その時はごめんと思うけど、上手くなるために必要なことやと思うから、慣れてないジョブで挑戦すること自体は全然いいと思います。ただ自分自身はそういった成長を目指している時にアドバイスをもらったとしたら、アドバイスありがとうねとは思うけども。で本題の赤間同士に蘇生を求めるのかダメなのかっていうと、これはどっちの気持ちも分かるっていうのは正直あって、初心者で操作が追いつかないっていうのは一旦置いといて、ベテラン非課線で蘇生戸惑うっていう時はあるっていうので、それはねバーストの時、バースト中は火力最大限に高まるし気持ちいいってのもあるんやけど、この途中で蘇生入れたらスキル回しが来るってその後も狂い続けるから、せめてバースト終わってから蘇生を入れたいっていう、なんか自分の気持ちと戦うシーンがあります。まあノーマルコンテンツでそこまで考えるのもあれなんやけど、例えば赤間同士のスキル回しの練習をしてて、ここ決めたいっていう時に蘇生を入れなければならないってなると迷うっていうのは正直あると思うけど、蘇生を入れてくればヒーラーが蘇って状況を覆せるから、できれば早く蘇生欲しいっていう気持ちもわかる。無難なのはやっぱり赤間同士がすぐに蘇生を入れれば立て直せるのは間違いないし、それが赤間同士の強みでもあるから積極的にやっぱり使っていきたいところ。でもって初心者にも伝えておきたいのは、赤間同士の蘇生はマジで神だから、ホットバーにセットしなかったら今すぐセットした方がいい。あとついでにバルキアルも。本当にヒーラーが2人落ちてしまった時の頼み綱は、まあパーティーに赤間同士がいれば赤間同士頼みになるし、マジでね赤間がいることで本来ならワイプ案件のところを覆してクリアまで導けるってこともよくあります。でこれによく遭遇するのが霊式とか高難易度コンテンツで、まあ、霊式とかは一瞬の気の緩みで全滅するし、これはねベテラン非課線でも慣れていても起きるわけなんやけど、これを赤間同士の蘇生のおかげでクリアできたってシーンはよくあるから、マジで赤間同士最大の強みであるバルレイズはいつでも使えるようにしといた方がいい。ケアルは土壇場で使うくらいで基本使わないことが多いんやけど、敵が殴れない時に一度使っといて連続も発動させておくっていうテクニックもあるから、使えるものは使った方がいいと。マジでキャスターの中でこの蘇生が連続でできるっていうのは赤間同士だけやから、今後もこれは最大の強みになると思うから、マジで使えるのは積極的に使っていくことをおすすめします。
ってこともあるから、やっぱり赤魔道士には申し訳ないけどちょっと蘇生頼むねって声かけはしてった方がいいとは思います。で、次に召喚師に頼むのはどうなのかっていうことやけど、正直自分は召喚師には蘇生がないっていう認識でいてます。さすがに今回のようにヒーラー2人落ちたら使うべきだと思うんやけど、召喚師はスキル回しの中で迅速魔が採用されてるってことが多いから、スウェーショーで入れるってなるとギミックかぶったりしてなかなかできる人がいないって認識やから、あればラッキーくらいと自分は思ってます。まあ、自分の場合はたとえヒーラーが1人生き残ったとしても、パーティーがね半壊とかしてたらさすがに蘇生の手伝いはするっていうのはするんやけど、とはいえね、この間ね PLL 生放送でヨシピーが言ってたけど、召喚師は今後蘇生をなくす方針っていう話やから、その方が、まあ、ないものはないからしょうがないと割り切れるし、蘇生できるのが赤魔道士だけの強みになって差別化としてもいいとは思います。って感じで、赤魔道士一つにとってもねたくさんテクニックがあるから、今後アドバイスする際に自分自身の知識とともにアドバイスのやり方を今回の動画を参考にしていただければ幸いです。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ヨーソロー。